法、日本政府さん、送料無料という表現を規制する方針。2024年問題、送料無料表示見直しへ。運送業者側は荷物を無料で運んでいると消費者が誤解すると主張しており、消費者庁は今後荷主側に表現の見直しを働きかける検討に入る。また運送業者の負担を軽減する仕組みの法整備なども進める。日本人をどれだけ苦しめれば気が済むんや。レジ袋有料化と同じレベルやんけ。もう異次元すぎる。レジ袋と一緒や。無料禁止にして消費者に払わせておしまいや。なお物の値段は安くならん模様。レジ袋有料化してレジ袋製造会社の賃金上がったの？通販も終わったな。ほんま常にろくなことしかしねえわこいつ。損するのは一般庶民だけ。送料無料込みで元々の値段上がってんの知らないのか。頭を花畑すぎるだろ。その値上げ分はちゃんと運送業者に還元されてるんか。そうだな。じゃあ増税した税金は国民に還元されてるか。荷主と運送業者の問題なのに客の誤解の話に飛躍してるのは草生える。地下配送料書いてあればその値段が配送の値段だと思ってるバカおるん。1円足す配送料で売られてる古本とか店に入る金が1円だとでも。アホくさ。こっちの方を問題にするべきやな。送料料金は送料以外入れちゃいけないようにすべきや。送料は丸々が負担に料金が変わるだけで何も解決しなさそう。消費者に輸送コストを認識してもらう。マジでアホくさ。ほんこれ、ほなら国民に政治家のコストを認識してもらうべきやろ。送料無料と書いてあるから運送業者のもらえる料金が少ないって理論はおかしいやろ。送料無料だろうが実際は商品価格に転嫁されてるんやから、消費者はちゃんと送料分も払っとるんやぞ。それをピンハネして立場の弱い運送業者に不当な運賃で押し付けてるのは販売者側やんけ。その不当な値下げ要求を禁じるだけで解決する話やん。値上げに応じない企業に罰則強めるのが先やぞ。それは企業努力であって国が口出すことちゃうやろ。運送会社が従業員の賃上げしてないだけやんけ。なんで利用者が尻拭いせなあかんねん。賃上げできないほど弱い立場にさらされてるからってことくらいわからんの。運送会社各社は配達料値上げしたばかりやぞ。労働組合がストライキ起こすなり従業員側にも動くことはできるぞ。再配送のたびに送料追加すりゃええんちゃう。送料無料廃止じゃなくて再配達を有料にすれば済むだけの話やろ。ほなインターホン押して即不在料ぶち込みで再配達料稼ぐで。再配達の場合は1回目は無料で2回目から有料サービスにしたらええやろ。金払うの嫌なら営業所か宅配ロッカーに期日までに取りに来いってしたらええねん。これ実現するとコンビニ受け取り激増してコンビニ地獄やな。コンビニも店頭受け取りやめる店増えそうやな。宅配ボックス義務化した方が早いと思う。再配達問題に関しては午前中っていうざっくりした枠をなくせ、なんで午後は2時間区切りなのに午前中は午前中とかいう区切りやねん。10時までは可能やから午前中って入れて12時とかアホかと。ほんこれガバガバすぎる。運送業の高速無料化しようや。今必要なのはそこなんだよね。現状コストになってる部分が高速代やからな。無料にしてもう少し流通速度を上げなあかんで。送料無料じゃなくて送料弊社負担と書けば代わりに払ってくれてるんだとありがたい感じ出るのにとは以前から思ってた。アマゾンプライムってマジでどうやって利益出してんの？くさ、アマゾン頭おかしいわこれ。再配達は有料ぐらい当たり前やと思うし、は無料で何回も再配達を頼むやつのモラルがなさすぎる。最近は許してまで再配達頼むやつもいるとかどうしようもない。今まで商品価格実質送料分上乗せで送料無料、これから商品価格実質送料分上乗せで送料負担ってこと？そういうことやで。値上げの口実になるだけや。賃金は努力しろってことやで。消費者から送料取ってなおかつ今の契約のまま配送業者使い潰すだけだろ。運賃を上げていかないとドライバーの給料だって上げられないんだけど、業界自体が安売り合戦やってきたクソみたいな世界だから賃金も上がらなかったんだよ。でもそれだとダメだから業界が変わろうとしてるわけ。適正な運賃を取らないと賃金も上げられないから。で、その一環として送料無料と大々的に表示するなよって業者が前から言ってたんだよ。送料無料って表示されると物流業界は不当に低く見られて、安く仕事を請け負ってると思われて、負の連鎖が断ち切りにくいという話なんだよ。結局のところこの物流業界は日本全体が20年以上やってきたことの縮図みたいな業界なんだよ。要するに安売り合戦してる業界。値上げしないと労働者の賃金も上がらないけど、値上げできない、したくないから賃金も上がらない。そもそも運送業が人手不足になるように仕向けたのは政府やん。2024年問題って業用紙命名してアホちゃう。運送業は朝の4時から21時までとかよく聞くわ。2024年で1日の拘束時間原則13時間までに規制強化されるけど、まあそれでも大概やけどな。一般業種や特需に12時か。運送業の待遇悪いの安売りって聞くから正しくはある。まあうんちゃんの立場を思えばわからんでもない。小手先な感は否めないけど、やらんよりはマシか。